で国語に参りたいと思います。あの坂を登ればなんていう形ですね。テキスト8ページからなんですが、次もね11ページまでは一応やっちゃいましたので、そちらの方までやっちゃって大丈夫です。テキストの中に答えありますからね。算数も国語も渡してますので、もしやりましたら、やってない方 やりましたら丸付けしちゃっていいですからね。はい、であの坂を登れば、こちらはね9ページの方なんですけど、5番ですね。こちらちょっと短い文章ですが、今回あの坂を登ればという文章が載っております。さあ、あの坂を登れば海が見えるということで、主人公はですね海が見たいんですね。まあ、なんで見たいかまではちょっと理由書いてませんけれども、海を見たいんです。とにかくそのために必死になって坂を登ったり下ったり登ったり下ったり登ったり下ったりっていうのを延々繰り返してるんですね。で、あの坂を登れば海が見えるっていうのが最初の1行目に入ってます。で、直後、しかしまだ海は見えなかったっていうね。で、この後もですね、やっぱりですね、とんでもなく大変な形になってますんで、この先山をいくつ越えたところで本当に海へ出られるのかどうか分かったものじゃないみたいな形でも書いてありますので、ここでの最初のあの坂を登れば海が見えるとあります。この時の少年の様子としましては、自分に言い聞かせてる形です。ですので本当に海が見えるかどうかは登ってみないと分かんないんですよね。なんでどこまで行けば海が見えるかは少年自身も分かってない、ね、なんで今度こそ海が見えるだろうっていう形で言ってるわけですね。で、もうやめようとありますが、少年のこの気持ちが大きく変わるきっかけとなっている一文、文章を中から探し、はじめの4字を書き抜いて答えましょうとあります。はい、少年ついに心が折れました。もういいや帰ろうっていう形ですね。まあなかなかもうですね諦めかけているわけなんですよ。ところがですね、13行目をちょっと見てもらいましょう。はい、13行目に日は次第に高くなるって書いてあった後、これから帰る道のりの長さをもって重いため息をついた時、少年はふと生き物の声を耳にしたと思ったってありますね。はい、この生き物がなんと海鳥だったんですよね。ってことですよね。海鳥ってことは海のところに生息してる鳥ですかね。なのでここが一番気持ちがガラリと変わった。海鳥がいるということは間違いなく海が近いということですね。そのことを表したわけですね。なので海鳥についてなんですが、文章中の空欄の中の少年の気持ち、海鳥を見たことによってどのように変化したのかということですね。まあ、ここだから難しいんでね、ちょっと一緒に入れてったんですけれども、まず最初は諦めたんですよね。ですので疲れて海を目指すことをやめようとしていたっていうのが一つ例として入るといいかな。同じを参考にしてみてください。けれど海鳥が峠を越えていくのを見てね、はい、おってことはあの先が海じゃねえかってことですね。海につけるかもしれないと期待する気持ちに変化したということですね。それなんで少年にとってこの海鳥、どのような存在ですかということで、まあ、これも一つ例なんですけれども、少年はとにかく海が見たいよね。ですので少年にとってはこれ希望なんていうのが入るといいですね。少年にとっては希望を与える存在ね、ついに海が見えるぞっていう形でですね、そんな形が入ってもらうといいかなっていうところでございました。はい、というわけで国語はちょっとこれだけになっちゃいますが、ぜひ次のページもやってみてください。では、また次回皆さんにお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた。じゃあね。